ます。はい、お時間をいただきましてありがとうございます。先ほど開催しました県の対策本部会議におきまして、県独自の緊急事態宣言につきまして、6月1日をもって感染拡大緊急警報に移行することを決定をいたしました。これは昨日専門家を含めた対策協議会でのご意見ご指摘も踏まえ、また今日は市町村長とウェブ会議を開催をして意見交換をし、そのことを踏まえて県として決定をしたものであります。ここに至るまで県民の皆様、また事業者、時短要請等に応じていただきました事業者の皆様に改めて心より感謝を申し上げます。これからお時間をいただきまして、私の方からはこのような決定に至った県内外の感染状況、その判断、考え方について、また今後の対応等につきましてご説明を申し上げます。はい、まず本県の感染状況、今日発表分は11人ということでございます。ここしばらくは10人前後で感染者が推移している状況でございます。大型連休明け、この1月の年明けのように大きな爆発的な感染拡大というものを警戒をして、早め早めの対策、強い対策を講じてまいりました。県民の皆様のご協力によりましてですね、その成果をもって、この今のところ第3波と比べても第4波というものがそれほど大きな波にはなっておらずに、沈静化しつつあるのではないかという感じを受け止めております。はい、これは各県域の感染状況であります。宮崎市県域も 62.2 というところまで来ました。なかなかこの事故規模の多いところでの沈静化というのは時間がかかったわけでございますが、その県域も含めて全てが分科会が示す指標ステージ3、15人を下回っている状況にあります。そして県全体としましても 30.8 まで参りましたが、現在 7.5、 この10人を下回るところまで来ております。全国順位でいきますと、これが今38位まで減少してきているというところであります。県全体としまして、沈静化が図られつつあるものということを、この県域ごとに見ましても認識を持っているところであります。はい、分科会が示す指標で整理をしております。医療提供体制等につきましては、ステージ3の目安を少し上回っている状況もございますが、全体として、現在ステージ2相当にあるものと認識をしておるところでございます。はい、このグラフで整理をしておりますように、感染者数の増加からしばらく間を置いて、病床占有率が上がっていき、そして感染者が減少しましても、なかなかそこはそれと同じようには病床占有率というのは減少していかない。これはひとたび入院をすると大体10日間ぐらい入院をしておられますので、その期間というものがこの病床占有率が少しすぐには落ちてこない状況に反映されているところであります。今回の第4波におきましても、この病床占有率 30% ぐらいまでいったところでありますが、少しこれも落ち着きつつある様子を見せております。大事なことは、この感染者数を引き続きこのような形で抑えていくことによって、この医療現場への圧というものを引き続き、引き下げていくこと、これが大変重要であろうかと考えております。はい、この現時点におけるこの第4波の感染事例、あくまで推定でありますが、このような形で整理をしております。今回変異株のリスクというところでも非常に警戒がされたところであります。やはりこの換気が悪い中での飲食であったり、対策が不十分な中でのカラオケ、マスクを取った状況でのやり取りというところがリスクが高いということを改めて感じられたところであります。そしてこの大型連休、帰省者による感染というものが見られましたが、複数人での会食、屋外でのバーベキューも含めて、やはりマスクを取った場面での長い時間でのやり取りというところでのリスクですね。その職場においても、仕事中はアクリルマスク、緊張を保っていただく中で、例えば喫煙室だとか、
少しお茶を飲むような場面でマスクを外した瞬間というものが非常にリスクが高いのではないかということ、それから家庭内ではですね、多少症状があっても我慢してしまった、すぐに診療を受けられなかったという受診をされなかったということで感染の広がりを招いた例というものがあるようであります。いずれにせよ、マスクなしでの会話や受診の遅れというものが感染拡大の原因になったのではないかということ、場面の切り替わる場面ということで、これもこれまで国の分科会等が指摘した内容と変わりがあるものではありません。あくまでやはり感染防止のための基本であるマスクの着用であったり、感染をする注意すべきものとしてですね、国でも示されている、またこれまで本県でも第3波まで注意喚起をしていた内容というものがですね、今回第4波でも生じてしまったというところであります。はい、主な対策としまして、そうですね、ここで改めてでありますが、今回の第4波を振り返りますと、今高齢者施設でのクラスターは日向で発生をした1件、今のところ1件だけというところであります。これも面会制限等のことに応じていただき、特にそういう施設の従事者の皆様でですね、大変高い意識で感染防止に取り組んでいただいた、そのおかげなのかなと改めて感謝を申し上げます。やはり高齢者施設でのクラスターを発生をさせないということがですね、医療現場への圧力というものを第3波ほどにはしなかったということ、それから、残念ながら第4波でも今3人の方がお亡くなりになっておられますが、第3波の時は21人ということの方が亡くなっておられます。そういった数字にも反映されているのではないかなというふうに考えておるところであります。学校における感染防止対策も徹底をいたしましたし、接待を伴う飲食店、高齢者施設等クラスターの発生の時にですね、やはり一斉検査を行うことによって早期の封じ込めを図ることができた。下に表で整理をしておりますが、こうした検査数についても第3波の時以上に行うことによってですね、これも封じ込めを図ってきたというところをですね、数字の上からも整理をしております。はい、現在、県民の皆様のご協力、事業者の皆さんの協力によりですね、新感染者が減少してステージ2の状況であります。ただし今我々が注意すべきは県外ですね、県内にももちろん火種は今ゼロではないというところがございますが、県外はまだまだ国の緊急事態宣言が来月20日までの延長というものが今検討されているところでありまして、引き続き火種が残されている、特にこの大型連休の人の動きで大きな影響を受けた北海道、そして近隣の沖縄はですね、まだまだ大変厳しい状況にある。直近1週間の人口10万人あたりの感染者数、沖縄100人を超えている大変な状況だということと、東京大阪が今、30を少し切った状況まで、落ち着いてきたところでありますが、まだまだ高いレベルにある。そして近隣の熊本大分もですね、今ちょうどこれが20人ぐらいということであります。本県から比べるとまだまだ落ちきっていない状況にあるということでですね、特に県外からの感染を持ち込まれるリスクに今引き続き厳重に警戒をする必要があるというのが今は本県の置かれた状況であろうかと思います。緊急事態宣言を発令した段階はそれに加えて爆発的な感染が見られておりました宮崎市からの感染の染み出しというものに警戒をしておったところであります。そこは今県内における火種というのは少し弱まっている状況がございます。そういうことでここに一番下にありますように感染の再拡大を防ぐためには6月1日以降もですね、一定の行動制限、それから感染防止対策の徹底が必要であるという認識であります。そういう認識のもとに6月1日からは今のレベル4の緊急事態宣言からレベル3の感染拡大緊急警報に移行するわけでありますが、高い警戒レベルを維持していく必要があるものと考えております。この発令期間は20日までを目途としております。これは今国の緊急事態宣言が20日までを目途としているということに合わせての期間設定ということであります。
この手術につきまして、これまでも同様であります。感染状況、県内外の感染状況を見極めながら、この感染拡大緊急警報の手術についても判断をしていきたいと考えております。はい、先日5月3日ですかね、これは感染が急拡大している段階でも感染拡大緊急警報でありましたが、今は下落局面、下降局面にあるんですが、再び拡大しかねないという緊張感を県民の皆様に共有をしていただくための感染拡大緊急警報ということであります。同じ名前であっても意味合いが違うということと、先ほど話をしましたように、まだ県内にも火種が残されているとともに、県外からの持ち込みにはまだまだ強い警戒が必要だということ、それから特にこの新たな変異株ですね、インド株、これは今主流となっておりますイギリス株よりはさらに感染力が強いと言われているということ、これが国内でもじわじわと今確認が広がっているところであります。そういったところにも注意を払う必要があろうかというふうに考えております。県内の県域ごとの感染区分につきましては、都城北諸方県域については時短要請を引き続き今継続をしております。赤県域を継続するわけであります。それ以外の全ての市町村につきまして感染警戒区域オレンジ区域に指定をするということであります。これは今日の市町村長とのウェブ会議におきましてもほとんど感染者が確認をされていない市町村もあるわけでありますが、それも含めて全て感染警戒区域ということで、この次にお願い述べます厳しい行動要請をお願いするものであります。その理由としましては、先ほど申し上げましたような県内においてそうですね、緊急事態宣言を発令してきた時のような宮崎からの拡大を防いでいく必要性というのは少し弱まっておりますが、県外からの感染を防いでいく必要があるということであります。これはお手元にはなりませんが、イメージ図であります。特に今の時点では県外からの感染持ち込みをぐっと警戒を高い警戒を維持することによって防いでいくというのが非常に重要な局面になります。以前そうですね、火事に例えて防火壁を作るんだという表現を申し上げました。まさに外からのその火の粉が降りかかってくるのを防いでいく、そういう防火壁をこの感染拡大緊急警報によって作るんだというところをですね、県民の皆様にはぜひご理解をいただきたいというふうに考えております。海外の事例を調べておりましたら、この防火壁を作るというのをまさにそういう考え方で、イギリス連邦を構成しますウェールズですね、ウェールズがファイアブレイクロックダウンというものを行った、まさに防火対ロックダウンというものを行ったということであります。あれはですね、イギリス、グレートブリテンとも大体こういう細長いものがありますが、ウェールズが大体この辺りにあるわけであります。ロンドンをはじめ、いわゆるイギリスの大都市からそういった地域に感染が拡大しているのを、そういうファイアブレイクロックダウンということで防いでいこうというような取り組みがされたということであります。発想としては我々同じであります。その周辺近隣にしても、まだ東京関西にしてもですね、東京のみならず首都圏関西にしても感染が大きく拡大している地域がある中で、この感染拡大緊急警報は特に県外からの持ち込みに対して強い警戒を持続していく必要があるというところを、ぜひ県民の皆様にはご理解をお願いしたいと考えております。はい、ということで行動要請であります。引き続き強い警戒を持って感染拡大の急所であります会食についての人数制限、時間制限について、これはお願いをしたいと考えております。イベント等、それから高齢者施設等における制限について、引き続きこれも警戒をする必要があろうと考えております。都城北諸方県域、都城市と三股町におきましては、この地域の皆様には大変またご不便をおかけをいたしますが、赤県域ということで、指定をいたし継続をいたしますので、地域の皆様の原則としての外出自粛でありますとか、事業者、飲食店の皆様における営業時間短縮にご協力をお願いしたいと考えております。
感染拡大緊急警報レベル4からレベル3に移行するといってもですね、決して緩めるわけではないんだと、引き続きこういうところの高い警戒レベルを維持していく必要があるということをですね、ぜひご理解をいただきたいと考えております。はい、県外との往来についてはこれは引き続きであります。まだまだ県外厳しい状況の中で原則として不要急の往来については自粛をお願いをしたいと考えております。また県外からの来県についても可能な限り自粛というものをお願いしたい。まだまだ10の都道府県に国の緊急事態宣言が発令されている、十分に感染が収まりきっていない状況はこれだけの県においてまだまだあるということですね。それから隣県もまだまだ十分下がりきっていない状況という中での警戒のお願いであります。はい、都城市三股町につきましては引き続きこの10日までの営業時間短縮要請というものは、はい、この緊急事態宣言自体はこの5月31日までを区切りとして感染拡大緊急警報に移行するわけでありますが、この営業時間短縮については引き続き6月10日までということでの設定については変わりはないということでのこの画面であります。ただしここ非常に重要なポイントであります。コミ重視にありますように感染状況により期間の短縮もあり得るというふうに考えております。宮崎市に、この時短要請をお願いしてその時の感染者の、下落の状況と比べてもですね、今都城市三股町においての感染の落ち着きというのは見られつつあるのではないかという感触を持っております。ただし、このしばらくここ数日ですね、この県域の感染者として報告をしている中にはやはり飲食店に関連をした感染者というのが含まれているということもありまして、まだまだ宮崎市と比べてもですね、感染の火種が残されている。そしてこの県域の先ほど見ていただきました10万人当たりの感染者数もまだ 12.4 というところもあります。そういったところを総合的に踏まえて時短要請については継続をするところでありますが、状況によってはですね、大きくクラスター等が発生をしなければこの10日というものも短縮もあり得るというふうに考えておりまして、それについてはまた状況を見ながらあらかじめですね、その期間についてはお知らせをしたいというふうに考えております。はい、今後の主な対策であります。まだまだ警戒を強めていく中でですね、これを十分に沈静化をさせていくためにはまだまだこういった体制が必要だということで、接待を伴う飲食店や高齢者施設を対象にした早期探知検査というものも必要だと考えております。入院病床につきましては先ほど対策本会議で報告しましたように、昨日の対策協議会で報告をしまして、これまで281だったものを増やして285まで入り口を増やしたということであります。それから入り口を増やすとともに、そうですね、一定の回復をなされた国の基準でいうですね、退院基準を満たした方を受け入れていただく後方支援病院も確保の充実に向けての体制も整ったところであります。入り口も強化をし、また後方支援病院出口も強化をする。そしてその途中の療養施設についても205室だったものを300床に引き上げたということですね。全体としてそういう医療提供体制も以前と比べるとまた体制も強化をし、また自宅療養される方の健康観察の確保、それから変異株についてもですね、自前でゲノム解析できるような機器を今後また整備をするということ、それからワクチン接種、これも今高齢者に関しましては先日の5月23日の時点ではですね、接種率が全国で5位というような感じで比較的始まったばかりの時点ではありますが、市町村また医療関係者のご尽力によりですね、順調にといいますか、ある程度進んでいるところでありますので、引き続きこれをですね、さらに加速化していくべく努力をしてまいりたいと考えております。その関係で、はい、昨日よりこの医療従事者の皆様の募集を始めたところでありまして、医師、歯科医師、薬剤師、看護師の皆様にですね、
市町村が行う集団接種、それから県が独自で行う、県が行う集団接種へのご協力をお願いを呼びかけたところであります。呼びかけを始めた直後にもかかわらず、今この4つの職種を合わせて97名の方に応募をいただいたということであります。これで大丈夫ということではなし、応募をいただいたとしてもそれぞれの皆様にはこういう条件なら協力できるよという形で応募をいただいたわけでありまして、市町村であり、あるとか県のそういう集団接種と条件が合うかどうかというところが、はっきりしておりません。そのマッチングを今から進めていくわけでありまして、ぜひ引き続き自分が協力できるよという医療従事者の皆様にはですね、この県のホームページの応募フォームからご協力をいただきたいと考えております。これは今当面7月末までを見据えた高齢者のワクチン接種をいかに加速化させるかということでの呼びかけでありますが、ここで体制を築くことがですね、そこからさらにその次に基礎疾患を持たれた方、そして一般県民へのワクチン接種を円滑に進めていく大きな大きな力になると考えております。比較的このワクチンも今効果が高い、副反応についてもいろいろ報告もなされているところでありますが、そういった情報もしっかり適切にお伝えをしながらですね、さらに前に進めていくことがこのコロナの早期の収束にも大きな力になっていくものと、そういう認識のもとにですね、しっかり体制を整えていきたいと考えております。はい、あくまで感染拡大緊急警報の発令中ということになります。決して、この緊急事態宣言を終了することは安全宣言ではないということを県民の皆様にはぜひご理解をいただき、高い警戒レベルを維持しなければいけないということですね。それが再度の感染拡大を防ぐ非常に重要な局面ということであります。感染急拡大の面も非常に、これも厳しい強いプレッシャーの下でさまざまな対策を打っていくわけでありますが、その時にはもう強い対策をどんどんやっぱりもう躊躇なく打っていくというところでありますが、今のこの局面ですね、この徐々に次の段階に移っていくというのも非常にこう神経を使ってプレッシャーのかかる場面であります。緊急事態宣言ではないんだということで、よかったよかった、これで、もう自由なんだというふうには受け止めていただくと非常に、重要なことになる、危ない局面になってしまうということをぜひ県民の皆様にはご理解をいただきたいと考えております。変異株のリスク、そしてこれから増えていく可能性があるインド株、そういったものは非常にこの強いリスクがあるんだということを受け止めていただいてですね、今はこの感染拡大緊急警報に移行しながらもぐっと警戒、高い警戒レベルを維持して、なんとか十分に沈静化する状況というものを実現をしてまいりたいと考えておるところであります。あと1ヶ月ちょっともすれば7月3日、国分祭、下分祭、その開幕を迎えるところでありましてですね、ここについては、すでに報告をしておりますように、先日の5月の臨時会において、国分祭で来県をされる方への無料の PCR 検査などの体制を行うことによってですね、人の行き来があっても安全に開催できるような体制というものを今、整えているところであります。しっかりとそういう事業に結びつけていきながら、ワクチン接種の加速化、そういったところも並行して進んでいく、なんとかですね、将来に向けて希望が持てる形でこのコロナとともに生きる社会、この第4波の次のフェーズに向かってですね、進んでまいりたい、そのように考えております。はい、私からは以上であります。ありがとうございます。感謝ゆえの件も進めながら質問させていただきます。来月1日以降感染拡大緊急警報に移行されるということなんですけれども、はい、これ以降についてはその経済活動について以前、感染対策と経済活動をブレーキアクセルでお話しされてたと思うんですけれども、6月1日以降は徐々に経済活動のアクセルを踏んでいく段階というふうな認識でよろしいのか、まだ警戒を強めた方がいいのか。はい、これまでも同様であります。そのブレーキというものを完全にこうブレーキからペダルから足を外すわけではなしに、ブレーキはかけ続けながらアクセルの方も徐々に踏んでいくという状況を迎えるということになろうかと思います。
その時にやはり状況に応じてそのアクセルというのはどんどん踏んでいくということになりまして、先日の5月の補正予算による支援金についてはこの緊急事態宣言で影響を受けた事業者の皆さんの事業継続を後押しする対策というものを打ったところでありますが、その後経済の回復に向けての動きというのはまた別のアクセルを今後踏んでいく必要がある、県内の観光を進めていこうというあの地もみ旅キャンペーンですね、これも一定の沈静化が図られた段階ではスタートボタンを押すことによってその観光を踏まえた経済復興に取り組んでいきたいというふうに考えておりますし、それ以外のさまざまな対策というのもこれまで説明しておりますように既に当初予算で仕組んだものの事業がこれまでこれから展開するものもありますし、今6月議会に6月補正予算、これも経済の本格的な復興も視野に入れた対策というのもですね、そういう予算なども今検討準備を進めているところであります。先ほどの対策本部会議で指示しましたように、そういった対策は今後どのように打っていって、どのようにその経済復興に結びつけていくのかということをですね、県民の皆さんにそのロードマップといいますか進捗をしっかり分かりやすく説明するようにしていくことも必要であろうかなというふうに考えております。徐々にアクセルを踏んでいきますということで、ありがとうございます。あと、この緊急事態宣言でありますとか、県域ごとの、その警戒体制の効果がどの程度あったかというところでお伺いしたいのが、今回その感染警戒区域やその感染急増県域というのは、比較的都の条件域で言えば4月の下旬早い段階でもう打ってて、ただしかし結局今のところ6月も引き続き赤点域の状態が続いているということで、県域ごとの感染対策というのはどの程度効果があると見てますか。そうですね、はい、これも語ると長くなりますが、第4波振り返りますと、まず日向での複数の飲食店でのクラスターが発生をし、そこで早期の赤県域化時短要請ということで、これについてはその繁華街からの大きな拡大というのを防いでぐーっと下がってきた状況であります。そして今の都城県域のオレンジ化で当初ですね、4月の段階での対応というのもこれも減少傾向に転じていたわけでありますが、今の最後のところの今赤県域がこの都城で残るのは先日の複数の接待を伴う飲食店でのクラスターに伴うものでありますので、これも早い段階で赤県域また時短要請ということで一定程度減少していくのかなというふうに受け止めております。今回の対策の効果を見て取ることができるのは対策本部会議の資料1 の, 7ページですね。第4波における感染の広がり、ここの部分ではないかというふうに考えております。早め早めのそういう時短要請等によりまして、接待を伴う飲食店でのクラスターというのは続けて発生をしたことはありますが、会食などを通じて大きく広がらなかった。それから高齢者施設でのクラスターが第3波のように立て続けに複数発生するということを抑えるということが医療現場の負担を抑えることができたというところにつながっているのかなというふうに考えております。県域ごとのそういう感染対策ですけど、今回もほとんどの県域はオレンジにありながら都城と三股町は赤県域のままというところで、その住まれている住民にその点がどの程度伝わるのかというところについて、ちょっと今回の見てますと個人的には少し難しいなと感じたところもあったんですけど、その点はいかがでしょうか。そうですね、これは対策協議会から専門家の先生方からもご指摘をいただきました。県全体の警報レベルをどういうふうにしていくのかということと、県内の県域ごとの感染状況についてのその赤とかオレンジとか黄色とかっていうのは非常に分かりにくいということになります。県としてはきめ細かく状況を見ながら対策を打っていく、県下一律にではなしにですね、また随時状況を踏まえてやっていくということでの対応でありますが、県全体の警報とその県域ごとのそういうですね感染状況といろんな
ものがあって分かりにくいというご指摘もいただいているところであります。特に今回第4波におきましては緊急事態宣言を県下全域に出しておきながら時短要請についてはこう限られたエリアだけだというところは第3波との対比でいうと分かりにくい部分はありますがあくまで感染状況に応じた対応で必要なところにこう対策を打ってきたということであります。はい、分かりにくいというご指摘を真摯に受け止めながらですね、じゃあ今その県域の皆さんには何をしたらいいのかというのをですね、はい、これからも工夫をしながら伝えていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。幹事社からの質問です。各社さんお願いします。はい、NHK です。すみません、はい、1点だけ夏休みとか今後オリンピックを迎えると思うんですけれども、はい、先ほどもお話にありましたがどのように人の流れを抑えていくか、まあ、知事のお考えをお聞かせいただけますか。はい、全国知事会のオイル会議、まあ、明日もまた開催されますがたびたび申し上げておりますがやはりこの大型連休で人の動きを止めることができなかった、特に昨年との違いというところで国民としてはですね、全国に緊急事態宣言が出されているわけではないだろうと、動いていいんだという意識になったというのはこの変異株のリスクにも直面をする中で国全体としては大きな反省材料ではないかと考えております。今後また夏の人の移動が多い時期を迎えますのでその時の感染状況を見ながらどういう呼びかけを国全体としてしていくのかまた本県としてしていくのかというのはですね、慎重に考えていく必要があろうかと考えております。オリンピックについてのご指摘もありました。もちろん国外からオリンピック・パラリンピックが開催されれば国外から多くの方が入国をされるということになります。これはもう特別な対策でですね、そういった方が一般の国民と接する機会というのをいかに減らしていき、その感染というものを発生をさせないのかというですね、国を挙げての対策が進められるというものというふうに考えております。これについては感染防止対策を徹底をしながらですね、何としても開催をしていただきたいというのが今切なる願いとして持っているところでありまして、国全体として必要な対応をですね、許可をしていただきたいというふうに考えております。ありがとうございます。はい、申し上げます。ありがとうございました。